いうとこう坂道を、まあ、一つはあのあれですね、紐の先にあの重りがぶら下がってるんですけど、はい、あとよくあるのはこう坂道を使って坂道をこうゴロゴロ転がってあるんですけど、うん、まあ、これあの坂道作るのに結構お金かかるんですね。なので、まあ、坂道のない振り子っていうことでこういうのを提案してまして、これはあのレールが2本並んでて、で平行じゃないですね、真ん中がちょっとだけ膨らんでると。でここへ乗せると、ああ、こういうあの簡単に振り子ができますっていう。これあの実際のあの免震構造にうちの研究室で使いました。あの実際にこれで免震構造、地震が来ても建物が揺れないというそういう構造のなんていうかな装置をこれで作って、もうすでに何棟もあのこれこの仕組みで作られた家があります。木造の住宅がの免震装置としてこれをもうすでに何棟も作ってますね。すごい。これはあの、ある会社の人たちに、まあ、そういう木造住宅用の免震装置を提案してほしいって言われたときに、まあ、出したアイデアですね。うん、ありがとうございます。